すげえ。ジョブ。今日の、ズームインジョブは、日本語教師の古田麻恵さんです。一番目の質問は、日本語教師とはどんな仕事ですか？はい。日本語教師というのは、外国人に日本語を教える仕事をする人のことです。はい。じゃあ、日本語教師のお仕事で、これからどういう活動をしていきたいですか？外国人に日本語を教えるというのが日本語教師の仕事ですけれども、言葉を教えるということはその文化も教えるということになります。だから日本の文化も一緒に、日本語と一緒に教えられるような先生になりたいと思っています。もう素敵です。はい、では、子どもたちに一言お願いします。はい、自分の好きなことを見つけたら、それをずっとずっと続けてやってみてください。ずっとずっと続けていること、それが大人になって仕事をすることにつながっていくと思います。好きなことを見つけたら頑張ってずっと続けてみてください。ありがとうございます。